なんかの週刊女性にアクション家のことがね書かれてましたね。はい、この間まあそのアクションさんのね誕生日がありましたけども、佳子さまの資質を作れなかったのをねいずれこの出ていくからってことで言ったわけですね。はいはい、まあこのあること自体がまあ無駄になるということで言ったわけですね。まあね、どうせ出ていくし。そうですね。まあこのアクション家のね改修工事は昨年9月に完成しましたけども、佳子さまのね一人暮らしに関しては今年のね6月末に正式に一人暮らしがね、まあ、公表されたわけですね。うん。しかも11月22日に宮内庁長官が少しでもね費用をまあ抑えたいっていうアクション家さんのね意向に十分に応えられなくて大変心苦しく思っていると明かしたわけですね。会見前にね。そうですね。だからあくまでもねこの費用が膨らんだのは宮内庁の判断によるものだってことで、そういったね意向を示してすべての責任を宮内庁に、ね、押し付けたわけですね。秋篠宮様は悪くないと。そうですね。アクションさんはこれね昨年の誕生日会見とかでもタイムリーな情報発信と言っておきながらね、まあその自分をね後手後手の発表とかですね。うん。でもこの皇室の情報に関してはタイムリーな発信をするために広報室ができた、ね、はずですけども、特にね、動きがないところですね。稼働してないですね。そうですね。 SNS もね夏頃にこの始めるんちゃうかとね言われてましたけども、アクション家がね炎上しまくってるので今はね、まあ、困難かなってことですね。今できないと。そうですね。まあ、この情報発信がね円滑でない理由としては小田部教授もね言ってますけども、アクション家の場合はこの自由で主体性とか独自性とかをね思いしてるけども、宮内庁とかはね公的な立場で国民と接することが求められるということで、はい、だからまあその立場とか考え方に微妙な、ね、違いがあるということですね。まあこの連携とかもね取れてなくて、コミュニケーションも取れてないようですね。宮内庁とか皇嗣職の意見とかはあくまでもね、まあ、参考意見で自由をね重視する秋篠様がねあまり聞く耳を持たないのかなってことですね。まあ言っても周りの意見あんま聞かないかもしれないですね。そうですね。まあじゃあこのね悠仁さまの成長についてもね聞かれても毎日ね顔を見てるんで何がこの成長したのかね、まあ、分かんないって感じでちょっとまあ冷たい感じでしたね。違う分からんって言ってましたね。そうですね。まあこの進路についてはね本人が何をしたいかが一番ね大事と言いながら、まあ、成長についてはね何が成長したか分からないということで、うん、まあほったらかしてるのかなって感じですね。まあそんな感じですね。まあこれね眞子さんの結婚問題もあったりとか佳子さまのね別居騒動とかもありましたけれども、まあこれはねアクション様がこの自由と放任の違いを明確にねできてないということで、アクション家のね、まあ、教育方針がいろいろとまあ影響してるのかなとかですね。自由にさせすぎてると。そうですね。この自由にはね、まあ、この責任が伴うんだけども、法人はね無責任ということで、まあ、悠仁さまに関してもね、責任がない教育方針でやってるんちゃうかとかですね。ああ、そういうこと。だからまあそれでね、まあ、将来の皇室を担うのは無理だろうとかですね。はいはい。まあ悠仁さまについてはね、本人がしたいことは確かにね大事なんだけども、まあ、その選択がねどのような影響を及ぼすのかをね、まあ、考えるべきとかですね。ああ、自分の将来に。悠仁さまがこのねノブレス・オブリージュを感じさせるものに、ね、なるかは。自由だけでも本人ではないっていうね、まあ、意識とかを本人が持つことから生まれるとかですね。はいはい。だからまあアクション家はね、まあ、将来の天皇陛下をお育てになるんだからね、まあ、教育方針が本人ではいけないとかですね。ああ、なるほど。まあそもそもねおかしいのはこのねこの間このトンボの論文が発表されてましたけども、これはね今年の3月に執筆をした論文ってことですね。はいはい。まあそれがね、まあ、11月に登録されただけですけども、論文はねもうこの書いていた発表が11月19日ってことですね。うん。どちらにしてもねアクションさんはね誕生日会見の前なのに何もね論文のことには触れてないし、修学旅行に関してもね触れてないことですね。あ、全くね。まあこれがね、まあ、ほったらかしすぎで毎日ね顔を見てるけども修学旅行にね行ってることも知らなかったのかとかですね。そこまで知らん感じですか。そうですね。これね毎日この顔を見てたらね、修学旅行に行ってたらね、そういえば最近見ないなとかね分かると思いますけども、これ、ね、ある中とかでそんな判断とかもつかなくなってるのかなって感じですね。そこまで。なんか先日ね元 TOKIO の山口達也さんがね、はいはい、私はアルコール依存症ですっていう講演をなんかやってたみたいで、名古屋の方で。ああ、そうなんですか。うん。なんか秋篠宮様もそういう講演の方がいいかもしれないですね。ある中ですみたいな、これぐらい危ないですよみたいな。いや、まあそれはねなんか現在進行形の人がやるとねまずいでしょうね。多分山口さんやめたんちゃうんですかね、アルコールとかを。やめたんですけど、それでもやっぱり2年か3年前には飲んでしまったらしいですよ。例えばなんか現在進行形で言ったらなんか宮迫博之さんとかもね、なんかアル中の症状がなんか言われてましたけども、はいはい、なんか本人はね、まあ、気づいてないみたいで、なんかこの手が震えてなんか字が書けないことをね、まあ、告白してましたけども、うん、ただそのお酒を飲んだらね治らないみたいな感じで平気でね言ってましたけども、それ聞いてね、まあ、ヒカルさんとかがね、それがアル中ですよみたいな感じで。まあ突っ込んでましたけども、なんかねかまいたちのね山内さんがね火曜は全力花大さんと千鳥くんっていう番組に出た時に、はいはい、千鳥の大悟さんもねある中やと、はいはい、で飲まな手が震えてしまってみたいなのを言ってて、つい最近飲みすぎて交番の前で倒れておまわりさんに助けてもらってるのを見ましたみたいな言ってて、はいはい、未だにこんな知名度が上がってもそんなことしてるんです大悟さんみたいな、まあ、それぐらいアル中はやばいっていう話をしましたね、うん、なんか番組中ねなんか触れてる場面とかもありましたからね。はいはいなんかこのアル中の人はこの症状が出たらお酒を飲んだね、まあ、治るってことで思ってるんでしょうね。やばいっすね。ね、でもアーセン様に関してはね、まあ、いつもこの症状が出てるんでずっと家とかではお酒とかをね飲んで、まあ、本人主義っていうよりもこの常にアル中とかで正常な判断ができないかもしれませんね。周りのことなんて見てられないんですかね。で、まあ、結果的にこの木越様がね、まあ、育ててるかもしれませんね。はい。ただまあそれがね日本が苦手で口にたんだらけのね笑顔とかをずっと見てたら久志様もね無表情になったんかなって感じですね。あ見てられないですね。そうですね。結局まあ足の手のね、まあ、改修工事に関しても法人主義で説明せずにね、まあ、批判が続いて何かね言わないとってことですね。はいはい。まあ木越様がこの宮内庁長官にまあ説明をねさせるって感じでしょうね。おこのままだったらねこの批判がさらに高まるだけで久志様にもね、まあ、メンタル的にも過度なね負担がかかるんで方針を変えないといけないよってことで言ってましたけども、はい、まあこれがこのね法人主義というか、まあ、それはまあ考えてるのか論文とかにね名前入れて箔付けって感じでまあさせてるのかもしれません ね。どれぐらいなんか執筆に関わったのかね、もうほんま 1% も関わってないかもしれないですもんね。そうですね、うん、まあそれがね、まあ、この原因でこの批判されることが分かってないのかなって感じで、はい、まあ週刊誌とかねメディアは買収して持ち上げ記事とかを書いてくれるかもしれませんけども、うん、あなかなかね、まあ、国民はその余計にまあ怒りを買うだけで、はい、修学旅行に関してもね、まあ、隠して論文のことに関してもね、まあ、会見では触れなくてね、まあ、どんどんまあ批判が増えていくかなって感じで、うん、まあ、論文とかでね推薦とかになったらとても同世代からはね批判とか余計にまあ増えるかなって感じで、まあね結婚相手もね間違わないでしょうね。はいはい、まあ、誰が結婚したいと思いますかねって感じですもんね。まあだからまあ国際結婚でね、まあ、中国の人とかそういう形で怪しい人が近づいてくるかもわかんないですけども、無理やりねいろいろとね問題が多いですね。確かに。まあ、ちなみにこの誕生日会見についてはねデイリー新潮でも書いてましたけども、はい、改修問題でのね受け答えではね、まあ、宮内庁でも驚きの声があったということで、うん、まあ、この昨年9月に完成してね約34億とねされてきましたけども、まあ、その工事がね50億を超えることは確実ということで、うん、佳子さまのね一人暮らしに関しても最初はね家族で一緒に引っ越される前日だったけども佳子さんはね分室でね別居しているところですね。一人でね、まあ、本来この分室に関しては、まあ、このワクチン家のね職員のスペースと収蔵庫として使われるということでね言われてましたけれども、それね、まあ、プラン変更ということですね。はい、まあ、佳子様がこの分室でねそのまま住むってことになったんで職員のスペースが減ってしまって別の場所にね増築することが決まったわけですね。おこの件についてこのアクション様に関してはね改修工事が始まる前からアクションご夫妻もね眞子さんも佳子様も改修工事後に部屋を持たないっていう考えを持ってたということで言ったわけですね。うん、いずれまあ結婚で出ていくんで部屋を用意すること自体が無駄になるということの考えで、まあ、これはね共通認識だということですね。はいはい。まあ、現在このね皇位継承問題とかで女性皇族が結婚後も皇室の残る案も検討されてますけども、当然ね現在の女性皇族についてはこの案が通っても残るか皇籍離脱かはね、まあ、自分で判断ができるわけですね。選択ができるわけですね。そうですね。だからもしねこの女性皇族が結婚後も皇室の残る案が採用されても佳子さまはね結婚したら出てくるのかなってことですね。なるほど。まあ、佳子さまについてはこの別居を認めてるわけなんで、あえてねなんでこのタイミングでまた言う必要があったのかなって感じですけども秋篠様としてはね、まあ、その世間とかで仲が悪くて別居ってね言われてるんで、あくまでもね家族で話し合ってみんなね共通認識だよってことで仲いいねいいことをまあアピールしたかったのかもしれませんけどね。仲はいいけど話し合った結果になりましたみたいな。そうですね。でもなんか一般家庭でも、まあ、もし家建てるってなった時に、はいはい、将来娘出ていくから娘の部屋は作らんとことはならないですけどね。一応やっぱ作るのは作りますけどね。まあそうですね。そら、うん、なんかのけものにされた感じでね娘としてもまあこの辺がねよく分かってないというかね。はいまあどっちにしてもこの仲が悪いからね、まあ、職員経由でしか話ができないということで言われてますからね。ですね。まあ佳子様に関してはね、まあ、ご飯をアクションで食べてるわけだからね別居そういう意味も分かんないし、はい、別居については、ね、この節約にもなるからってことを言ってますけども誰もね、まあ、国民は納得しないですからね。そうですね。まあ当然まあ炎上ってことで、まあ、これがねどうなのかなって感じですね。まあこれ炎上はもう今後もずっと続くでしょうね。まあ来年も続くでしょうけど、うん、まあ、一応なんか炎上に関してはねアクセン様もなんか目を通してるみたいで、はい、まあ、それはね目にしなければ気にならないけども一応ね目にすることもあるってことで、まあ、正直にね語ってましたけども、うん、まあ、それがねどれぐらいの人がそういうことを言ってるのかということでね。はいはい。どのぐらいの割合がね、まあ、それによってはね、まあ、こちらの認識も変わってくるということを言ってましたけどもただそれでもまあ SNS でね、まあ、トレンドになるぐらいなんで、まあ、一部ではないでしょうね。そうです。かなりの数がね言ってるからトレンドになるんで。そうね、まあ、この佳子様に関してはね食事に行くのにノーメイクはね見られたくないんですっぴん労働に2億円って形で言われてますけども、まあ、そういったことにもね応えてほしいですよね。そうですよね。無駄なお金ですよ。そうですね。なかなかね、ケイコバ様に関してはもっと金を出たりとかね、イタリア産のダリスケという形で言ってましたけども、これについてはね、週刊誌で報道されてもね、宮内庁はまあだんまりということで、まあどう考えてもね、認めたことになっちゃってるしね、その資質を作らなかったことで、10億円の豪邸にね、一人暮らしということで、どう考えてもね、おかしいですからね。そうですね。これがね、いろいろとまあその不仲とかをごまかすために言い訳をね、するんだけども、一つね、嘘をつくと、どんどんね、つじつまが合わなくなっていって、おかしくなっちゃってるんでしょうね。誰も信じてないですからね。そうですね。アクション系はね、大問題だけども、一番の問題ってやっぱ宮内庁がね、アクション系は注意ができないことってことで、それもね、一番の問題かなって感じでありますね。恐れ多いって言ってましたもんね。そうですね。この宮内庁がちゃんとしない限りはね、アクション系がずっと好き放題にしちゃってなっちゃうんでね。一度宮内庁は解体した方がいいかもしれませんね。まあさらにしてからね。そうですね。ちなみにこれね、江藤さんがこの久志さんの論文についても書いてましたけども、赤坂五一のトンボ層っていうね研究論文が発表されましたけども、やっぱりねどう考えてもおかしいことですね。通常はこの論文の最初に名前がある人が筆頭記者になってね、一番この調査とか研究とかにリードしたことになるわけですね。でもこの論文の研究は2012年からやっていて、久志さんがね6歳ぐらいから関わっていることですね。横におっただけでしょ。そうね。それなのにこの一番ね調査とか研究とかをリードしてきたってことで、ありえないしね。そもそもこの名前がね悪趣味はね久人ってことでなってますけども、これはね自分の名前じゃないですからね。悪趣味はね宮号でこれ名前じゃないってことで、一般家庭でね言っても悪趣味はね小室家って部分になるので、なんか小室家久人って感じで、そういうのとね一緒ってことですね。おかしな感じなんですね。だから秋篠の久志とはねわからんでもないですけども、これもねダサいというか、それでこのね久志様のこの所属は秋篠さんがねこの関わってきた生き物文化史学会と書かれていてね、でもこのホームページを見てみるとね、この編集機能とかに不具合が発生して一時的に退避しているということで表示されてみたいですね。ちなみにこれね秋篠様に関してはね、ここのこの表現とか役員とかをねところに記載されてましたけども、昨年11月にはね証言から消えているということで、言うとも怪しいですけども、でそのね久志様の次に記載されていた人物が飯島健さんでね、この人は現在は宮内庁に所属とねなってるわけですね。でもこの以前は茨城県つくば市にある農研機構にいたってことでね、この久志様が今年のね誕生日とかで公開された映像とかも農研機構ですね。なるほど。お米とか遺伝育種科学が専門でね、いろんな論文を書いてる人ですけども、おそらくもねこの人ね同一人物かなってことで、このつくば市のねこの農研機構の研究者から稲の生育について説明を受けたっていうね報道がありましたけども、ここにこの特別研究員として飯島健氏がいたようですね。なるほど。だからこの宮内庁職員とかを名乗って久志様にね付き付きで家庭教師とかもしてたのかなって感じですね。そんな感じ。これについては正解で、文春とかでもそのことがね書かれていて、宮内庁の常勤職員として引き抜かれてね、久志様の研究とかにアドバイスをする家庭教師をねしてということで紹介されてましたね。稲に関するスペシャリストなんで、とんぼにはね詳しくないだろうし、家庭教師をしてくれたお礼に箔付けってことでトンボの研究とかもね加わったことにしてくれたんかもしれませんね。家庭教師雇ってよかったみたいな。そうですね。この実際にこのね最後に明記されていた清志拓也氏がトンボに関するね研究をして、論文とかも書いたのかなってことですね。この清志氏がこの日本トンボ学会東京大会でね、論文発表したんですけども、過去の調査とかではね須田慎一氏とかが公共のトンボ類などを調査報告をね出してたりねしていて、東京都ねレッドデータブックとかを作成した時もトンボのね調査とかを担当したスペシャリストってことで、それでねこの皇居の調査に参加していてね、なんで今回の調査には名前がなかったのかということですね。東京都レッドデータブックにね作成した時には訴えていることがあってね、明らかにこの人為的な法律に由来するとね判断されるものとか可能性がね強く疑われる記録とか個体群が存在するとして注意喚起をしているわけですね。だからこれらの確実性が高いものは評価から除外してね、このような行為とかは現にね慎むべきで、今後ねレッドリストの作成にあたってはこの点も十分にね留意する必要があると書いてるわけですね。この嘘がね嫌いな学者さんかなってことで久志様にね利用されたくなかったんかもしれませんけれども、ただこのねギフトオーサーシップといってね、実際にこの研究に参加しなくても最後にね名前だけ追加してもらうということで成果に、ね、してもらうということで、そういったことは久志様に限らずねいろいろとその問題にはなってみたいですね。そんなのもあるんですね。でもこの久志様に関してはねそんなことをしたら絶対ダメということで、中学校の時のね盗作作文で問題になって、一番ね気をつけなければいけないのにまたね同じようなことの繰り返しということですね。学んでないと。そうですね。それにしてもこの論文に関しては今年の3月末に提出していて、だから紀子様の誕生日前にもね提出してるんで、紀子様の誕生日文章とかでも書けたわけですけども、そういったのがね発表されてないわけですね。秋篠さんに関してはね、この論文の発表とかも終わった後だし、修学旅行もね終わった後なのにその話題にはね触れなかったわけですね。一切ね。そうですね。ちなみにこれね、国立博物館のイベントとかではね、11月19日に行われた日本トンボ学会の様子がね、国立博物館のイベントスケジュールにね、なぜかないということで、はいはい、過去のスケジュールとかで見ましたけども、今年の2月に行われた皇居のトンボ葬っていうのがね、見つかって、これも同じくね、今回のね、清志氏が発表してましたけども、それでトンボ自然史研究所っていうところがね、今回のトンボ学会の発表とかをまとめてましたけども、この清志氏に関してはね、18日にもね、ミャンマーのトンボ葬調査に関する発表とかもしていてね、で19日にはこの皇居のトンボ葬についてもね、発表ということでしていて、たくさん出してるんですね。そうですね、この研究者にはね、赤坂御用地のトンボ葬で名前があった久志様と飯島氏に加えてね、須田真一氏と北秀俊もね、名前があるということで、だからこの19日に発表されたのが皇居のトンボ葬ということですね。はいはい、つまりこの今回発表された論文とは別にね、皇居のトンボ葬についてもね、発表したということですね。トンボ自然史研究所がね、間違えているとも思えないんで、おそらくね、皇居の研究にもね、久志様が加わったのかなということですね。そこにも。ちなみにこれね、TBS の報道とかでは、このね、赤坂御用地のトンボ葬についてね、論文が発表されて、久志様は清志研究主幹のね、指導を受けながら、今年3月に論文としてね、まとめたということですね。この共同執筆者でもあるね、清志研究主幹はね、久志様が論文の筆頭著者になっている件について、この論文はね、久志様が主体となってデータをね、取ってきて作業されたんで、最初に名前があるのは当然ということですね。主体となって。そうですね。6歳の頃からね、久志様が主体的に研究のデータを集めたっていうのもね、どう考えてもおかしいですけどね。天才ですもんね。そうですね。ちなみにこのね、論文の執筆のきっかけっていうのは、清志氏が昨年4月に久志様とね、赤坂御用地で面会したことがきっかけで、その時にね、久志様がこのパソコンデータを示しながら、赤坂御用地のトンボ葬について説明したようですね。久志様はこのね、赤坂御用地のトンボについて先行研究の論文をね、読み尽くしていて、その論文にね、載ってないトンボとかもたくさんね、見つけられてたんで、論文をね、進めたってことですね。これはね、高校生レベルの知識を超えているということで、私よりもね、赤坂のトンボに詳しいと驚いて、論文にね、まとめましょうと進めたってことですね。なんか佳子様のマチュピチュの時みたいな感じ、知識がすごくてみたいな。そうですね。逆にね、そういったらこの清志氏はね、何をしたんかって感じもしますけどね。その論文に関してはね、久志さんが書いて、データもね、久志さんのデータを使ったってことなんで、清志氏はね、特に何もね、してない説明になりますけども、どうなんかなって感じですね。ほんまですね。でもね、こんなことをしたら、この最終的に恥をかくのは久志様ですけどね。海外にいてね、トンボの研究者がね、横にいないときに、トンボについてね、すごいんですねみたいな感じで声かけられたらね、すぐバレちゃいますからね。なんか喋らなあかんときにね。そうですね。これね、それ聞かれてからね、私はトンボが好きですからね、それぐらいしかね、答えれないでしょうからね。これがね、いろいろと問題が多いですね。そのうちバレるかもしれないですね。そうですね。今後ね、どういった点からなっていくのか、よかったらコメントもらえると嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。